四。裏門、表門、室内へ、庭口へ。カラスのような人数が、どっとなだれ込んだ。誰が師匠、誰が何が師ともわからない。月人側の十一人、鳥居雄門、須藤与一、相田孫八たちは、見る間に噴戦して、バタバタと討ち死にした。一角は明けになって、上八郎、いるか、上八郎、と、絶えず、 彼を呼びながら。けなげな、赤穂の浪人。清水一角のいるからには、ここは一歩も。と、屋上院に通う、注文に立った。水さん、と、萩垣きの横から槍が走った。若い、赤穂浪士の一人だった。うぬっ。脱刀って、片手に大刀、左手に小脇差しを持って飛びかかった。雪を持った松の小が。